オーストラリアの囚人遺跡群は、オーストラリア連邦にあるユネスコの世界遺産群。18世紀から19世紀に、オーストラリアで大英帝国によって建てられた形状遺跡。登録遺跡は、タスマニア州、ニューサウス、ウェールズ州、西オーストラリア州、ノーフォーク島内の計11カ所に点在する。主に、タスマニア州、ニューサウス、ウェールズ州、 西オーストラリア州の海岸線及びノーフォーク島に位置していて、かつて大英帝国のオーストラリアにおける植民地拡大時代にアボリジニの人々がそこに移住するよう強制された。何万もの男女、子供が強制的に収容所に送られ、居住していた。この遺産群は大規模な囚人の遺草と強制労働者を用いた。 帝国主義に基づくヨーロッパ勢力による植民地拡大の現存する重要な証拠と考えられる。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。囚人遺跡に収監されていた囚人の詳細な記録が2007年にユネスコ記憶遺産に登録されている。ありがとうございます。